昔ある村の長者どんが門の前に立て札を立てたそうな。わらさんもん汚染料に知ったものを一人娘の向こうに迎える。たくさんの若者がわやわやとやってき、手立て札を見たが、誰一人長者どんの家の門をくぐろうとはしなかったと。23日したある日のことだ。一人若者が長者どんの家やってきた。こっちが一つやってみるから、わらを三本もらえて。長者どんは、よし、やってみろと、その若者にわらを渡したと。若者は少しわらを三本ぎちりてに握ると旅に出た。行くと広い話す丹波があって、お盆の支度にわすの葉っぱを走って見るおとこがいた。いきなりよ、風がピュッと吹いてきて、わあ、その葉っぱがみんな飛んでしまった。ありゃ、困った、困った。葉っぱを縛るもんが当たらな。若者は男に近寄って、これで葉っぱを縛るといい。と言って、三本の藁をやったと。男は喜んで、俺に花酢の葉っぱをあげようと、三枚の葉っぱを若者に渡した。果てと、これで藁三本が花酢の葉っぱ三枚になった。だが、まだまだ千里までは大変だぞ。若者はまた歩いていった。それが急に暗くなって、雨がザザ降り始めた。向こうから桶を担いだ男が大声上げながら走ってくる。ああ、困った困った。せっかく使った三年味噌が水ばたしになってしまう。何か桶の上にかぶせるもんはないかな。若者は、それじゃこの蓮の葉っぱをかぶせるといい。とは葉っぱを渡しと、ああ、おお、ラスカリだ。俺にこの三年味噌を夜から持っててくれ。と味噌はパに入れてくれたと。わら三本が蓮の葉っぱ三枚になり、わすの葉っぱ三枚がわっぱいっぱいの三年味噌になったぞ。だが、まだまだ千里までは大変だ。若者はまた歩いた。やがて日が暮れたきた。ふと見ると、かじやが一軒なる。旅のもんだが、一晩止めてもらえんかの。ああ、いつもだったら止めてやるんだが、この通りの沢がギダで、今夜だけは勘弁してくる。そりゃ、またどうしたわけで。実はのと、の様から刀を打ってくれと頼まれておるんだが、刀の焼きを入れるにはいい三年味噌がいる。ところが、さっきの雨でみんな流して、あったのでよ。
騒ぎをしているわけだ。なんともうまい具合なみ。ほら、がここに3年にそう待っている。これをやるから役に立ててくれ。若者が味噌を差し出すと、鍛冶屋は喜んだのなの。地獄でほ、時計をはあんたのことだ。どうぞ、止まっていてください。若者はそのよ大層なもてなしを受けたと。翌朝、若者は、レイニーと刀を、一振りもらった。わらさんごが話すの葉っぱ。三枚になり、わらすの葉っぱ。三枚が三年、味噌になり。三年味噌が、今度は、刀一振りになったよ。だが、まだまだ、センリオマニは大変だ。若者はまた歩いていた。若者は道芸に差しかかると、急に眠くなって、松の木の下に横のになった。すると、松の枝から大蛇がすると、伸びてきて、若者を人飲みにしようとすると、その時、不思議なことが起こった。若者の腰の刀が一人でにするすると、抜けて大蛇に切り替わった。大蛇はびっくりして首を引っ込める。また首を伸ばすと、また刀がスルスルと抜けて切りかかる。大蛇はとうとう諦めてどこかへ行ってしまったと。その様子を通りかた侍がずっと見ていて、驚いたのなの。目を覚ました若者に、どうでもその刀をわしの殿様に譲ってわくらいまいか。ひたいおじめんに、くそりすくてとなんだ。なんでも殿様の命令で、目糸を探してしよう。航空を旅しているんだそうな。若者は、侍にすられて、お城にやってきた。立派な広場に通されて、生まれて初めて見るようなごちそうが、次から次へと運ばれてくる。すかり夢見ごっこちになっていると、の様の出ました。その刀の素晴らしいことは、家来のものからところと聞いたぞ。それの本当の天下の目糸だ。ぜひとも私に譲ってくれ。お金はいくらでも出す。いえいえ、わしらには刀なんぞいらん。殿様に差し上げますで。よし、これでは褒美にセンリオ使わす。えんセンリオ。若者は思わずにことした。わら三番がわすの葉っぱ三枚になり、わすの葉っぱ三枚が三年味噌になり、三年味噌が刀一振りになり、刀一振りがとうとうセンリオになったぞ。
これでほら長者どの一人娘の向こうどんなだセムリーヨーバカを背中に背負って小部屋まこう若者は一幕さんに長者どの家と急いだ。ただいま戻りました長者様、これこの通りは三本のセムリオにしましたのでどうかとくり見てください。そうかそうか、どこぞやった役所こどろりマスメのもこだ、までたいまでたい。若者と娘の主予言は幾日も幾晩も続いて村や優が華やかに沸き立ったと、二人はいつまでも幸せに暮らしたのと、いちご酒。